5番でございます。佐渡伊藤酒店晩酌151へ、今夜も佐渡島からお送りします。10月の23日の水曜日でした。まあ、週に2回夕方夜、6時ぐらいとか、相川ここから16キロぐらい離れたその間のつうとこへ通うとんですけども、今日はバイクで行く羽目になりまして、いや、いっぺい来て着込んで行ったつもりんだけど、寒かった。帰りはもう8時過ぎかなもんだから、もうえれい寒くて、これだったらもう真冬のもう一枚なんかこうダウンなんとかとかいうあの毛がポロポロ抜けてきて出てくるんだけど、そんなの着ていくべきだったなと思ったわけです。ほんで今が10月の下旬で、早こんな寒いとなると12月1月とか、もし、まあ、車が使えんかったもんでちょっと用事があったあるんだけど、車がちょっと配達せんなんちゅうことで、一応大間伊藤酒店っていうことで、酒の配達、ビールの配達が夕方あるとなると、そこに車を使わんきゃならんからっつことで、まあバイクで来たわけなんだけど、これで12月とか1月の真冬、まあそんな寒い時今のまで行かんなんことは、バイクで行かんなんことは、いやでも分からんけど、どうしたらいいかなと思って、本当に先が思いやられるわけですわ。でまあ帰ってきて、夕飯ちょっと食わしてもろて、風呂入って今一段落したわけですけど、まあこういう時なんかは本当に缶酒でもキャーッとこういうヤマハイの酒、鳥のこれ高いサミのヤマハイってやつなんですけども、ヤマハイ純米高いサミ、この辺りをちょっと厚めに缶してさっと飲んで寝りゃいいんだろうなということなんですが、今日水曜日、週に2日の休館日です。皆さんもいいですか、美味しい酒を楽しく、長く飲みてんだったら、やっぱり2日ぐらいは、週に2日ぐらいは続けて、連続で2日ぐらいは連続で、肝臓を休めた方がええんだねえかなと思うわけですわ。ほいでまあ、で休館日明けの、水木だから金曜日からまたこんな酒をちびちびと楽しむわけですけど、どうせやるんならまあ缶して飲んだ方が、まあ特にこれからは缶して飲んで、まあ体に優しく、吸収も早く、出ていくのも早いだろうということで、缶酒を5日間残り5日の厚缶日みたいな感じの、そういう飲み方をしていった方がいいんじゃねえかなと。まあとにかく、あとはこうわからん混ぜ物の入った酒っつうのも、からんまり安いのはいいんだか知らんけども、体に用ねえんだねえかなということで、できれば日本酒だったら、まあ日本酒というか純米酒、今でいう純米酒を缶して飲む。まあ今ちょっと皆さんつかいろいろ酒、日本酒の消費者に進めていきているのは、まあ純米酒の、まあ、熟成したやつ、熟成酒をちょっとぬるめの缶でやってみるとか、そういうふうに、やって、体がちょっといい気持ちになったなーってとこで寝たら、あんまり酔うねんだかな、すぐ寝るのは酔うねんだかもしれんけど、まあこれから日本酒がますます目になってくる時期でありまして、まあこれ1年の今頃が一番いいんだか、いつがまあでも目になる時期っていうのは、いつのことなんだかっていうのは、まあよう分かりませんけど、まあ酸味になってきたら、まあ当然味のある純米酒保管はいいんだけど、じゃあ新酒の出る頃、まあ新酒はまあなんつうんだろう、まあなんつうかケツが合うて、まあ熟成もしてね、酒だからね、関してももうねっつんのはまあ分からんでもねえけど、じゃあ1年前の酒、2年前の酒ならどうなんだろうっていうことで、日本酒の時期、漠然と日本酒の時期がいつが名時期になるのかっつうのは、全くいつでも OK じゃねえかなと思います。1年周期で酒の話をするんなら、まあ
今頃から1月2月ぐらいの、まあ一番最後の頃なんだかなと、絞りたてのその生酒が出とったり、1年とか2年なんだ、1年前か、1年前の酒がちょうど残っておったりとかするもんで、いろいろこうバリエーションも増えて楽しい、美味しい、いろんな酒が飲めるっていう意味でいい時期なんだかもしれませんが、なんだよう分かりませんけど、まあ今日はとにかく、酸味の頑張って行ってきたもんで、風呂上がってもなんかこう熱っぽいような、この逆に熱っぽいような感じがするんで、今コーヒーを今入れて、そんで酒の代わりに今日と明日は説明機もコーヒーを飲んで温まって、夜わさわさと何か、いやわさわさじゃなくて、なんか仕事でもしながらで寝ようかなと思っておりますが、皆さんもぜひ行きます。週に2日の休館日、残り5日は熱燗日で、長く、楽しく美味しい酒を飲み続けていきましょうということです。はい、以上佐渡伊藤酒店晩酌一期一会でした。サミッ。